クセイン・モハン・マド・エルシャド、ベンガル語、1930年2月1日から2019年7月14日は、バングラデシュの軍人、政治家、1983年から1990年まで、大統領を務めた。エルシャドは1930年2月1日、英領インドのクーチビハール王国、現在のクーチビハール県のディンハタに生まれた。1948年に、 リンハタから東ベンガールに移住した後、ランプールのカーマエケル大学で学んだ。彼は、あとの1950年、ラッカ大学を卒業した。エルシャドは1952年にコハトの将校、訓練学校からパキスタン軍に就役した。最終階級は中将。1982年のクーデター後、エルシャドは議会を解散し、戒厳令を宣言し、クムラの地位につき、 憲法を一時停止し、政治活動を禁止した。エルシャドは、バングラデシュの恩恵で非同盟の外交政策を再確認した。1983年12月、エルシャドは大統領に就任した。その後の数ヶ月間、彼は、公の秩序に対する潜在的な脅威に対処しながら選挙の公式を模索した。1986年1月1日、 大規模な公開集会を開催する権利を含む完全な政治的権利が回復した。同時に戒厳令からの移行のためのエルシャドの政治的手段として設計されたジャティオ等が設立された。エルシャドは陸軍幕僚長を辞任し、1986年10月に大統領に選出された。 BNP とエールの両方が反対候補者を立てることを拒否した。1987年7月、野党は政府の政策に反対して初めて団結した。同時にエルシャドは11月に非常事態を宣言し、12月に議会を解散し、翌年3月に新しい議会選挙を開く予定とした。同年、人口と環境問題への貢献が認められ、 1987年に国連の人口賞を受賞した。主要な野党は全て参加を拒否した。エルシャドの党は300議席のうち251議席を獲得した。参加した他の3つの政党、及び多数の独立した候補者が残りの議席を共有した。この議会はイスラム教を国境にする物議を醸す修正を含む多数の立法案を可決した。 1990年半ばまでに、エルシャドの独裁に対する反対運動が激化した。1990年11月と12月は、ゼネスト、キャンパス抗議の増加、公の集会、及び法と秩序の一般的な崩壊によって、特徴を付けられた。エルシャドは1990年12月に辞任した。辞任後、エルシャドは、汚職で、有罪判決を受け、懲役刑に服した。 2019年6月26日、体調が突然悪化し、6月29日にダッカの複合軍病院に入院した。2019年7月14日に同病院で死去。89歳没。国葬は死去から2日後に行われた。ありがとうございます。